ろ、急激に劣化した理由が判明する。田中将大34ストレート平均球速146キロ、田中将大24ストレート平均球速146キロ。10年前の全盛期から球速だって全く落ちてないのに、どうして？パリーグのレベルが上がった。田中将大24が現代にワープしてきて代わりに投げても燃えまくるんやろか。さすがにキレが違うわ。146射も通用しない。さすがに現代野球で146じゃね。金属疲労、経年劣化、これだけや。コントロールがね。スプリットを全く慣れなくなったから。怪我してからスプリットがシンカー気味に落ちてるから、打者から見たらストレートと錯覚しにくいんじゃないかな。昔はまっすぐに落ちるスプリット投げてて、これがストレートと見分けつきにくくてボンナさせてた印象。言うて田中が無双してた時って今よりレベルが低い時代やからな。まこんなもんでしょ。どう見てもストレートが知られてきてるからね。同じスピードでも不思議なもんやな。正確には146キロ程度でキレのないフォーシーム投げる投手が通用しなくなったからやな。そのくらいの球速帯でやれてる投手もそれなりにはいるし、田中はもともと伸びがないのを当時基準の剛速球でごまかしてただけだから。球のキレが落ちてる、奪三振率が年々低下してる、球速が変わってない。 NPB は田中がいない間に平均球速が5キロ以上上昇で相対的に遅くなる。でも一番劣化してんのはコントロールやろ。以前はピンチになるほど厳しいコースに慣れてたのに、今はゲロは失投ばかり。コントロールほんまに落ちてるよな。昔じゃ考えられん。嫌と気が立つのは早いな。悲しいでわい。6000万くらいなら欲しいとこあるだろ。まだ34だし劣化するには早すぎるしな。腰掛けで復帰したから NPB 舐めてたんや。マイケンがあの年でロボトミーして復活してるのに。マイケンを見てるとほんまに悲しくなってくる。ロボトミーはくさ、打たれたらベンチの空気悪くするから、案外ロボトミー受けた方がええかもしれんな。トミー・ジョンやった世界戦が見てみたいわ。実際やってたらどうやったんだろうね。やってたら多少選手寿命は伸びただろうが、今頃170勝くらいで200勝怪しかっただろうな。トミー・ジョンすると手術リハビリ本調子に戻るまで3年くらいかかるし、手術回避してその期間で稼いだ40勝分くらいがごっそりなくなるからな。このまま終わってほしくはないから頑張ってほしいで。